こんにちはシュタインバッハ大学の石川です8月23日ロシアの中央連邦管区トベリ州でプライベートジェット機が墜落しその10人の乗員・乗客リストにワグネルの総帥エフゲニー・プリゴジン氏の名前があったとロシア連邦航空輸送庁が発表しましたロシア国営タス通信が報じましたまたロシアのテレビ局はこれが裏切り者の末路だ と伝えました今日はこのことについてお話しますこの映像は8月24日に SNS にアップされましたプリゴジン氏が乗ったジェット機が墜落する映像だと見られますこの映像も8月24日に SNS にアップされましたプリゴジン氏が乗ったジェット機の墜落現場だと見られます 民間軍事会社ワグネルの総帥プリゴジン氏が乗っていたとされるプライベートジェット機が墜落したのはロシアの中央連邦管区トベリ州ですトベリ州のクジェンキノのあたりのようだという情報がありますトベリ州クジェンキノは首都モスクワとロシア第二の都市サンクトペテルブルクのちょうど中間点にあたりますこの映像も8月24日に SNS にアップされました プリゴジン氏が乗ったジェット機が墜落する映像だと見られますこの映像も8月24日に SNS にアップされましたプリゴジン氏が乗ったジェット機の墜落現場だと見られますロシア連邦航空輸送庁はその10人の乗員乗客リストにワグネルの総帥エフゲニープリゴジン氏の名前があったと発表しましたロシア国営タス通信が報じました ロシア緊急事態省によれば、この墜落事故で乗員乗客10名は全員が死亡しました。乗客7名の名前は以下の通りです。赤い文字がエフゲニープリゴジンです。また乗員3名の名前は以下の通りです。ロシア当局は墜落の原因についてはまだ触れていませんが、 ワグネルグループに近いグレーゾーン・テレグラムチャンネルはエフゲニー・プリゴジンが乗っていた飛行機はロシア軍の対空砲火によって撃墜されたと主張しましたこれが事実だとするならばおそらく対空ミサイルで撃墜されたものと思われますロシアのテレビ局24はワグネルの総帥エフゲニー・プリゴジン氏の死亡を報道し これがロシアを裏切った者の,の末路ですと報じました。アメリカのメディアボイス・オブ・アメリカによりますと、アメリカのバイデン大統領はプリゴジン氏が死亡したとされていることにコメントし、プリゴジン氏が死んだというのは全く驚きではありません。とし、ウラジーミル・プーチン大統領が関わらない大きな出来事はロシアではあまりないです。と述べ、 アンにプーチン大統領がプリゴジンを暗殺した可能性もあることをほのめかしましたロシアの民間軍事会社ワグネルの総帥エフゲニープリゴジン氏はロシアでモスクワを目指した反乱が頓挫して以来行方知れずとなっていましたが 反乱以来初めてとされる自身の映像込みのメッセージ投稿を先日8月22日に SNS にアップしその映像とコメントからプリゴジンはまだ生きていてアフリカにいるらしいと報じられていたばかりでした今日はここまでします。最後ままままででごご視聴ありがととうございいいいいししたたたチャンンネル登録といいねボタンもお願いいたしますそれではまた